神戸市東灘区阪神扇駅の近くで1歳未満のワンちゃんのしつけ方教室をしています藤本です。今日はですね、そんな子犬ちゃんで、これは吠える子吠えない子いると思うんですが、吠えるワンちゃんに対してこのしつけ方したらやばいですよという話を今回させていただこうと思います。はい、なのでね、もうワンワン言ってね、ちょっと大変だなってで、例えば、ね、散歩に出たら人とかワンちゃんにめっちゃ吠えるとか、そういったね、ワンちゃんと暮らしている方はぜひこちらね、最後までチェックしてほしいかなと思います。では本題に入る前にお知らせです。この YouTube の他にブログ、あと Instagram しています。ブログは僕の思いを発信しています。 Instagram に関してはここ行こうっていう僕のお店の様子をアップしています。下の概要欄からチェックできます。よかったらチェックしてみてください。はい、というわけでね、ここよねちゃんがね、吠える。で、その時にこのしつけ方はまずいですよ。で、いろいろあるんですけども、その中の一つ、はい、何かというと吠えさせることです。吠えさせること、やっぱり吠えば吠えるほど、ね、吠えさせ方にもよるんだけども、あんまりよくはならないです。はい、っていうのは、やっぱりよくあるのがね、こう、人とかワンちゃんが苦手です。で、人とかワンちゃんに慣れさせようと思って、人とかワンちゃんがいっぱいいるところにいきなりドーンと行く。例えば、ドッグカフェに行くとかね。もうドッグカフェ行ったらもう吠え倒します。バババババーって爆吠えしますみたいな。あとはすごい人がね、いっぱいいるところにわざわざ出向くみたいなね、そりゃ吠えますよみたいなね。それまだ要はね、そういう方が言うのは、慣れていない、人とかワンちゃんが怖いから人とかワンちゃんがいっぱいいるところに行こうみたいな感じで、よく言われるんですけども、それすごいしつけというよりただの苦行ですからね。しつけと苦行はやっぱり分けて考えないといけないのかなと僕は考えてます。はい、なので、吠えさせるとやっぱもう吠えますから、なので、それはしつけではなく苦行になってますので、やっぱりちょっとそこはね、考え方を変えていく必要があるかなと僕は考えてます。じゃあどうしたらいいのかね、すごくね、人とかワンちゃんすごく吠えるんですかね、散歩中吠えるでどうしたらいいですかっていうところで宿題をお話しさせていただこうと思います。では今日の宿題はこれです。はい、でですね、今回は散歩中とか、一番困るのはやっぱり散歩中だったりだとか、人とかワンちゃんに吠えるんですって、その時に慣れさせようと思ってドッグランとかドッグカフェとかにどんどん連れていく、じゃもうすごい夜がすごい吠えないかみたいなね、はい、なってくると思うんですけども、そういった子に対してじゃあどういうふうにしつけていったらいいのかってことなんですけども、やっぱりこう大事なのは吠える習慣をなくすということです。吠える習慣をなくすっていうことは、やっぱりわざわざそういったところに行くのはだいぶ後の話です。だいぶ後、まずは散歩中に、じゃあどれぐらいの距離だったら吠えちゃうのかな、例えば5メートルだと吠えるな、じゃあ6メートルの距離を取るように散歩経験していこうかなとかです。で、これをじゃあ5メートルがダメだから5メートル毎回行って吠える慣れろでは、これやっていったらね、3メートルとか、じゃあ逆7メートル8メートルとか、いや敏感になってくるんですよ。あんな豆粒で吠えるんですかみたいななってくるんで、それはちょっと逆効果じゃないですかっていうのはよくある話なんです。なので、やっぱりその視点がやっぱちょっと違うと全然やり方が変わってくると結果が変わってくるので、まず吠えないように、ね、5メートル吠えるのであれば6メートル7メートルとか吠えない距離感で散歩して、ね、吠えなかったね、お利口だねっていう経験をたくさんさせていくっていうのがやっぱ大事な視点かなと思いますので、ぜひ頑張ってやってみてください。こんな感じでね、今回は吠えることについてね、お話をさせていただきました。で、結構吠えるのもね、大変だと思います。1歳未満とかだったらね、吠える以外にも噛むとかトイレとかいっぱいね、悩みがあると思います。うちで言うとね、そういった話をしつけ方教室でさせていただいておりますので、1歳未満しつけで悩む方、吠えで悩む方はぜひ下のね、概要欄にリンク、ね、入学説明会っていうのが入ってますので、よかったらチェックしてみてください。というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。